キングバルーンは1980年10月に日本のナムコから稼働されたアーケードゲーム用固定画面シューティングゲーム。北米ではゲインプランから稼働された。基本的な内容は同社のギャラクシアンを基準としており時期である砲台を操作して王様を連れ去りに来る気球を撃ち落とすことを目的としている。ギャラクシアンとは異なり。 敵を撃ち落とすことだけが目的ではなく、王様が連れ去られるとミスとなることを特徴としている。また、音声合成が初めて使用されたアーケードゲームである。開発はナムコ開発部が行い、企画はギャラクシアンを手掛けた沢野和則と QTQ を手掛けた横山茂が担当、プログラムはボムビーを手掛けた深谷昭一が担当、音楽は後にギャラがを手掛けた。 大野木伸幸が担当している。1984年に MSX に移植されたほか、2006年には携帯電話ゲームとして配信された。アーケード版は、プレイステーション用ソフト、ナムコミュージアムアンコールに収録されたほか、プレイステーションポータブル用ソフト、ナムコミュージアムボリューム2、XBOX360 用ソフト、ナムコミュージアムバーチャルアーケードに収録された。 プレイヤーは、城の上に設置された砲台を2方向レバーと、ショットボタンで操作し、上空で待機しているバルーンを破壊していく。画面内のバルーンをすべて撃ち落とせば、ラウンドクリアとなる。バルーンは1面につき42機出現し、上空で待機して、数機ずつ攻撃をしてくる。バルーンから発射される弾に当たるか、バルーンの体当たりで、砲台は破壊されるが、破壊された砲台は、 数秒後復活する。砲台が破壊されることによるペナルティは、この無防備時間以外に存在しない。ギャラクシアンとの最大の違いはタイトルにもなっている、キングの存在である。キングは時期である砲台の下を、ランダムで左右に動いている。バルーンを砲台の元に逃した場合、ギャラクシアンとは異なりキングの移動している段にしばらく、止まる。その時に、キングが、バルーンに触れると、 バルーンはキングを連れて飛んでいく。そのバルーンを撃ち落とすことができればキングは傘をパラシュート側にして降りてくる。キングが画面外に連れ去られてしまうと1ミス。キングを全て失うとゲームオーバー。得点が一定値に達するとキングが1アップする。当時としては珍しく時期は何度やられても構わないが、その代わりに勝手に移動するキングを守るという風変わりなゲームである。 そのためであろうが、バルーンの軌道は、ギャラクシアン等に比べて、トリッキーな軌道を取ることが多い。バルーンの色は4色あり、色によって撃ち落とした時の特典が異なる。また、攻撃時のバルーンを倒すと変態時の2倍、キングを連れているバルーンを倒すと変態時の3倍の、特典が得られる。さらに、色の違う3つのバルーンが合体し巨大なバルーンとなることがあり、 これに弾を3発当てて撃ち落とせば高得点が得られる。当時では珍しい音声合成を搭載したゲームとしても知られている。喋る言葉は全てキングのセリフで連れ去られている。途中のヘルプヘルプキングを救出した時のサンキューミスジのバイバイの3つ。なお国内版と海外版では声が異なる。ありがとうございます。